はい、どうも北村社長でございます。ということで、本日の北村社長のアップデート TV はですね、 Bing イメージクリエイターについてご紹介したいと思います。Bing イメージクリエイター、 Bing このアップデート TV でもね、結構ビグルとか言ってね、 OpenAI のチャット GPT とマイクロソフトの検索エンジン Bing が組んで、Edge というブラウザもパワーアップしてみたいな話してますけども、今回取り上げる Bing イメージクリエイター、まあ、なんとなくね字面でわかると思うんですが、画像生成 AI になるんですね。あの画像生成 AI はいっぱいあるんですけども、その中であえて本日、この Bing イメージクリエイターを取り上げようと思ったのはですね、プロンプトって言われるね、これチャット GPT の動画でもやってますし、 Bing のチャットの動画でもやってますけども、画像生成 AI、 つまり AI が絡むとですね、常に AI に指示を出さないといけない。その指示のことをプロンプトと言いますが、このプロンプトがですね、画像生成系の AI は結構英語が多いんですけども、この Bing イメージクリエイター自体は3月ですかね、2023年の3月ぐらい、3月20日21ぐらいにね、リリースされたんじゃなかったかなと思うんですが、4月のですね、もう末27、8頃にですね、日本語に対応しましたというね、ニュースが飛び込んできて、もともと結構注目はされてたんですけども、まあ、このね、アップデート TV ではどこよりも分かりやすくということで、画像生成系の AI ってね、本当にこの、まあ、YouTube のいろんなチャンネル、動画の中でもですね、まあ、ステーブルディフュージョンとかに始まりですね、ミッドジャーニーとかですね、ダリー2とかですね、まあ、有名どころいっぱいあって、僕も使ったり、もちろん知ってたり、紹介しようとも思ってたりもしたんですが、まあ、なんせね、皆さんというか、一般、僕の周りにいる人たちってやっぱね、結構、英語へのね、拒否反応あるんで、この、先ほど言ったプロンプト、いわゆる AI の指示がですね、英語にのみ対応とか、英語の方がより良いとかっていうのがほとんどなんですね。まあ、そんな中で日本語に対応したこの Bing イメージクリエイター、僕も注目して見ておりまして、まあ、かなりね、使いやすくて、面白いサービスだなと思ったので、まあ、今回、紹介しようと思いました。で、画像生成系の AI ってね、チャット GPT の次に AI 時代が来たって動画とか画像とかも AI で作れるみたいなの結構聞くと思うんですけども、実際には使ったことないっていう人がまだまだいっぱいいて、チャット GPT とかよりもよりね、仕事とか業務みたいなものにおいてもね、どう使っていこうかっていうところではあると思うんですよね。ですけど、やっぱりまあ遊び心としても、知識としても、情報としてもやっぱり知っておく、まさにね、アップデートしておく必要があるんじゃないのかなと思いますし、まあ、僕のね、動画で少しでもこう分かりやすく伝えて、身近になったらいいのかなと思ってですね、でその中でも皆さんに一番伝わりやすくて、まあ、僕もいいなって思った画像生成系の AI だったんで、この Bing イメージクリエイターを紹介しようと思います。ということでね、この後ですね、まずはね、画像生成系 AI のことを少しお話をして、その後、実際の画面で Bing イメージクリエイターの使い方とか、あとは特徴とか、まあね、使用、利用について、まあ、作った画像の主にね、利用、より商用利用とかっていうのはどうなってるのみたいな話もしていきたいと思いますので、最後まで動画見てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。どうも、北村社長です。僕は大学を卒業後、プログラマーや SE、ウェブのディレクターやクリエイターなど、IT やウェブの業界で数年働いた後、20代で事業独立。その後、株式会社リコネクトというウェブ制作会社を立ち上げ、起業家として、そしてクリエイティブディレクター、クリエイターとしても活動しながら、最近ではライターや音声、動画のパーソナリティとしても活動しています。この北村社長のアップデート TV では、変化の多いこの時代に、皆さんの知識や思考力、考え方などをアップデートしていただくための情報を、どこよりも分かりやすく配信しています。チャンネル登録や高評価をいただけると、とても励みになりますので、よかったらお願いします。さあ、本日も行ってみましょう。はい、ということで、Bing イメージクリエイターのね、話を進めていきたいんですけども、まあ、その前に画像生成 AI、 画像生成系 AI みたいな言い方をするんですが、まあ、現状どんな感じなの、この2023年のもう今5月になってますけどもね、どんな感じなのっていうところで言うと、ちらっとね、オープニングでも話したんですけど、まだまだやっぱりその英語での指示が主戦場主力かなっていうところではあるんですが、画像生成系の AI っていうのは一言で言えば、指示を出したら画像を自動で作ってくれるよと、しかも AI が考えて作ってくれる、つまり一応その作ったものっていうのは2つとないオリジナルなものっていう感じですね。ただまあチャット GPT とかと一緒でですね、世の中にある、これはまあインターネット上にあるものもそうですし、まあ、そうじゃないものも含めて、たくさん画像をとにかく覚えさせて記憶させて、それをまあヒントにというか、テキストで入力した指示を組み合わせて動画を生み出してますから、
まあ、何かねこの今世の中にある動画をこうそのまま引っ張ってくることはもちろんないんですけども、材料にしているっていう部分はあるかなと思いますね。で、あとはですね、そのベンダーというか本当にそういう、たくさんの画像データから画像を作り出すための AI 自体を開発している会社が出している、いわゆる素のものもあるわ、そういった会社が作った、画像生成系の AI を元にまた新しい画像生成系 AI を作ったりして、その画像生成できる AI めちゃくちゃ今あります、いっぱいあります。で、その元祖がステーブルディフュージョンって感じですかね。これはあのホームページからワードプレスとかねと一緒でですね、オープンソースといって、その画像生成ができる AI のモデルをですね、あのオープンにいわゆる誰でも使っていいよっていう風な形で公開しています。で、ステーブルディフュージョンもステーブルディフュージョンオンラインという形で実際にウェブ上でそのステーブルディフュージョンを使えるようになってますね。無料で使える範囲もありますって、まあ、これ、まあ、英語対応って感じではあるんですけども、まあ、一番まずは画像生成系 AI をこう味わうとしたらここからかなっていう感じですよね。で、その後ミッドジャーニーかな、うん、ミッドジャーニーはですね、まあ、そういったステーブルディフュージョンとかを元に、ね、作られた、まあ、画像生成系の AI なんですけど、まあ、プログラムが分かる人というか、あのディスコードって言われるねプログラマーの共有チャットみたいな、まあ、めちゃくちゃざっくり言うとですけどがあって、まあ、そこでね実行できるっていうもので、ディスコードをまずはダウンロードして使えるようにしないといけないとか、指示の仕方もですねちょっとこう、まあ、プログラムコードまではいかないんですけど、指定する命令の仕方がちょっとやっぱりルールだったりコツだったりちょっとクロート向けかな、うん、こう皆さんにスッと入れるものじゃないかな。ただかなりクオリティ高いですね。本当にあのイラストレーターさん、あの絵を描く方っていう人のクオリティに一番近づけると言ってもいいかなと思いますね、ミッドジャーニーが。で、あとはオープン AI ね、チャット GPT で有名なオープン AI さんを作ってる、で今ダリー2とバージョン2まで来てるんですけども、ダリー2っていうのが、まあ、有名かなってところですね。こちらもまあ英語での指示対応なんですけど、まあ、この辺のステーブルディフュージョンとかミッドジャーニーとかダリー2みたいなのはですね、結構あの、まず英語での指示に限られたり、あとは有料プランというのが基本あったり、ただまあ一方で商用利用が OK だったりねしたりして、かなり本当に実際に実務で使われているっていうところかなと思いますね、うん、あとはねもう本当にいろんな、なんていうんですか、今あるサービスを提供している人たちがその中で、画像生成の AI の機能を入れる、例えばウェブ上で簡単に誰でもデザインができるキャンバのねキャンバ AI とか、まあマイクロソフトもですね、まあマイクロソフトデザイナーで画像生成系のかなり限られるこう SNS のサムネとか画像を作れる AI なんですけどね、とかですね、まあいろいろあります、まあ、歴史家とかそういった英語で指示するものっていうのも本当にいっぱいあります、あるんですけども、まあ、今回 Bing イメージクリエイターを取り上げますが、これはですねオープニングでも言った通り、この4月の末ね27日に日本語に対応したっていうのが出て、これがね結構すごいいいなって思います。使ってみるとね、まあ、クオリティもそこそこ高くて分かりやすい、だから、初めて画像生成系の AI に触れる人にとってはとてもこう入りやすいんじゃないかなと思いますね。で、あとはですね Bing ってついてるぐらいなんで、この北村社長のアップデート TV でもよく紹介しているね、マイクロソフトの Bing、 新しい Bing、 新しいエッジ、ね、チャット GPT の GPT-4 が搭載された Bing オリジナルのチャットができるんですけども、実はこの Bing チャットともちょっと連携関わりありました。その辺もね実際の画面で紹介したいなと思います。その辺がなんか僕の中では英語でっていう部分とか、あとはミッドジャーニーみたいにディスコードでとかですね、まあウェブ上だったとしても全体の UI 説明とかボタン操作とかも全部英語になる、でちょっと難しそうに見えるところがね、まあ、日本語でありちょっとチャット形式でも使おうと思うと使ったりするというところが皆さんにお伝えしたいところですし、マイクロソフトアカウントがあればですね無料でたくさん使えるというところもありますので、画像生成の AI とここまで来てるんだぞというところと、まあ、このチャンネルでも再三紹介しているの Bing ですね、マイクロソフトの Bing が進化が止まりませんというところとお伝えしていきたいなと思いますので、では、実際の画面操作行ってみましょう。はい、それでは早速実際の画面で進めていきたいと思います。Bing イメージクリエイターのね、説明なんですけれども、まあ、まずはねパソコンでエッジですね、ブラウザのエッジを立ち上げていただいて、まあ、実は Bing イメージクリエイターはですね、これまでこのアップデート TV で説明してきた新しい Bing のチャット機能とかと違ってですね、 Bing イメージクリエイター自体のサイトに、行って、実際に画像生成
AI を使っていただくんですけども、これはね実は1じゃなくても大丈夫です。大丈夫ですけれども、その後の説明もありますね。せっかくのマイクロソフトさんのね、Bing が作ってるね、イメージクリエイターですから、エッジで試していきたいと思います。で検索もね、もちろん Google でもいいんですが、一応というか Bing でですね、ここに Bing イメージクリエイター打つとですね、こんな感じで結果が出ますが、一番上にですね、イメージクリエイター for Microsoft Bing ってあります。こちらをクリックします。はい。そうするとですね、こんなようなサイトが出てまいりますね。で、私はですね、ここ、もう右上ですね、ログイン、マイクロソフトアカウントでログインしていますので、いきなりこのログインして、使える画面に行きますけども、マイクロソフトアカウントでログインしていない状態だとですね、まずはね、参加ボタンみたいなのが出てきてですね、マイクロソフトアカウントでログインを求められると思いますので、実際にログインしていただいてね、この画面に来てもらえればと思います。実際はですね、このような感じでですね、もう、既に作られた画像なんかが出てるんですよね。使い方は本当に簡単で、ここがプロンプトを打つ場所ですけれども、こちらにプロンプトを打って、んで、ここのボタンですね、作成ボタンを押すということだけですね。で、実際はですね、この画像がありますので、日本語に対応はしたといえどもですね、対応したのが本当に4月の末なので、あんまりその日本語のプロンプトの例はないんですが、ここに出ている画像は実際に Bing イメージクリエイターで作られた画像の例でして、例えばこれをクリックしたりするとですね、この人が作ったものも共有とかダウンロードとかができるようになっております。そしてプロンプトもですね、実際に公開されているということなので、ここどんどん日本語のプロンプトも出てくるんですかね、どうなんですかね、それとも日本語に対応したっていうだけで、プロンプトはやっぱり英語しか出ないのかなっていうのもあるんですけども、ここのプロンプトをコピーしてですね、貼り付けても、毎回また同じ AI なので同じ画像が、これと全く同じ画像ができるわけではないですけど、練習になります。ただね、これは英語でしか作れない時とかはいいんですけども、今回日本語に対応したわけなので、このできてる画像はこんな画像ができるんだなぐらいに思ってもらって、実際は日本語を打ったらできますんでですね、日本語を打ってみましょう。ここに出てる画像でも結構クオリティがね、高いというかね、この絵を描こうと思ったら大変でしょうからね。このプロンプトのコツが Microsoft の Bing Image Creator から出てて、絶対そうしろっていうわけじゃないんですけど、ベースとして形容詞、名詞、動詞、そして最後にその画像の種類みたいなのを入れるといいらしいです。はい。まずはそれで打ってみましょうかということで、例えば形容詞なので、かわいいとかだと思うんですよね。で、名詞、何を、書きたいかな。猫の、そうですね、動詞なので、跳ねている、今回イラストにしましょうかね、猫のイラストとかって打ってですね、でここの作戦、この横にお任せっていうのはあるんですけど、これはもうプロンプトとは関係なく、ランダムで画像を生成できるやつです。なので今回はプロンプトを打って画像を作るってことなので、作戦ボタンを押しますね。で、ここに100って書いてある、これブーストって言われるものなんですけど、これ後から説明します。じゃあ作戦押します。ヒントっていうのが出てて、デジタルアートなどのスタイルを試してみてくださいとかね、いろいろアドバイスみたいな出てます。はい。で、こういう、って感じですね。日本語対応してますんで。で、4枚の画像ができます。毎回ですね。かわいい。しかも跳ねている猫ちゃんの画像ですね。いいですよね。結構クオリティ高いなって思います。で、皆さん、この右上のさっきのブーストってやつですが、これで今99になりました。1減りましたよね。で、このブーストって何かっていうとですね、ここに乗っけても説明とか出るんですけど、今、作戦って押してから結構できるの早かったですね。5秒ぐらいかな。で、これがね、ブーストを使うとこれぐらいの速さ。で、ブーストがなくなると、画像が生成できなくなるわけではなく、できるんだけど、この生成するまでの時間が遅くなるらしいです。実際僕もそこに、出くわしたことがまだなくて、どれぐらい遅いのかとかわかんないんですけど、
で1週間ごとぐらいに付与されるみたいですね、このブーストも。5ぐらいだった、まあ、これも変わるんでね、ちょっと1台にあんまり数字言わなくてもいいのかなと思うんですけど、5とか10とか、まあ、今のところ5ぐらいということらしいんですけども、ちょっとずつ増えていきます。はい、で最初はね、まあこうまあ、1日5個ずつ増えていくんで、5日経てば25増えますって、ね、最初25ぐらい付与されてるんで、まあ、ほとんどこのブーストを使って皆さんねできるんじゃないのかなとは思うんですけども、もしなくなっても作れるし、なくなってもマイクロソフトリワーズっていう、まあ、Bing を使うとポイントが貯まるみたいなのがちょっとあってですね、それで変えたりもするらしいんですけど、まあ、今あんまり気にしなくていいのかなっていうところで、毎回毎回こういう感じで4枚画像ができます。かわいいですね。これなんかめっちゃ跳ねてますよね。で実際にこうクリックできますね、こちら。結構ね、大きいのが特徴でですね、右側にサイズが書いてます。1024×1024。結構大きいです。うん。ホームページの標準のサイト幅、いっぱいいっぱいぐらいの大きさなんですよね。で、ここに僕が書いたプロップと、かわいい猫の跳ねているイラスト。かわいい猫がでもいいけどな。うん。で、ここで共有したり、ダウンロードしたりすることができます。で、ちょっと見にくい、今回背景が白いんで見にくいんですけど、この左端に、Bing のマークが微妙にクレジットが入っています。うん、この辺ちょっとまた後から使うっていうことによって説明しますけどね。うん、で、今回できた4枚のね、猫ちゃんのイラストはですね、まあ、今これ拡大してますけど、まあ、この矢印をしたらね、見ることができる。こういうテイストのイラストもね、かわいい。うん、ですね。どうですか、一瞬にしてこの絵をね、ちゃんと描こうと思ったら、結構大変じゃないですか、やっぱり。でも絵心なくても僕あんまり絵描くの得意なのじゃないですかね、描けたりします。で最初に言いましたけど、マイクロソフトアカウントを持っている人じゃないとこの Bing イメージクリエイターのサイトでこの画像生成できないんですよね。だから最初にサインログインをしないといけない。やっぱりマイクロソフトアカウントを増やしたいというね、マイクロソフト側の意向もあるでしょうけども、新しい Bing のチャット機能のように順番待ちリストがあるとかそういったことはないですし、この Bing イメージクリエイターのサイトで今僕がデモしたような画像生成を行うにあたってはですね、エッジじゃなくても大丈夫です。どこからでもこの Bing イメージクリエイターにアクセスしたらできますね。はい。そして今までちょっと僕もいろいろ遊んでみたんで、画像、今まで作った画像も Microsoft アカウントでログインしてます。こんな感じで保存されてます、過去の履歴が。でね、最初の頃にやって面白いのがね、これ。よいしょ。これね、プロンプト。画像を作るための指示。左上にありますね。かわいい北村雅宏の笑っているイラストということで、僕の名前をね、入れてみたんですよ。で、やっぱり Bing っていうぐらいですし、あとは画像生成 AI。たくさんの画像を覚えさせてる。で、そのたくさんの画像を覚えさせる方法として、当然インターネット上の画像を覚えさせる。で、僕はですね、まあ、ちょっと社長やってるっていうのもありますけども、いろいろこういう YouTube とか音声とか、写真もね、インターネット上にね、たくさん上がってるので、で結構北村雅宏って検索すると僕の写真とかイラストがいっぱい出てくるんですよ。僕のイラストっていうのは、会社でブランディングで使ってるイラストなんですけど、なんで僕の名前だったら僕っぽい画像出るのかなと思ったらですね、まあ、こんな感じなんですけど、僕を知ってる人が僕をね、この動画でも見えますし、どう僕自身も、このやつとか、イラストとか、ちょっと似てますよね。子供っぽいですけど。だから、インターネット上で、まあ、僕のね、写真とかを読み込んでるから、まあ、作られるのかなと思ったり、実際に本当に僕のことを指してできてるイラストかっていうのは、わかんないんですけどね。なんかいろんな、僕ちょっとパーマをかけて茶色にしたりするし、目が細かったり。これは本当に結構このままね、なんかこう使えますよね。イラストとして。そういうのも面白いなと思いました。で、今イラストって言ってるので、写真なのかなとかっていうのもありますよね。だからですね、例えば何に使うかっていうのがあるんですけれども、例えば、かっこいい男性ビジネスマンがパソコンで仕事をしている写真とかにしていきましょうか。おっと、こんな感じで渋い、ちょっと外人系が多いなーっていう感じですよね。怖いっすね。まあでも、まあかっこいいっていうのは、でもビジネスマンもちゃんとスーツ着てますし、パソコンも売ってますねって感じですね。でサイズも相変わらず大きい。これに、
日本人のっていうのを打ってみましょうかね、作成と、まあ、こんな感じで、自分が作ったプロンプトに対してちょっともうちょっとこういう要素を入れたいな、まずは入れてみて1回こう4枚出るって出してみて、足りない要素っていうのをこう足していくっていうのはいいと思います。日本人なのかどうなんだっていうのはありますけどね。もう一個ぐらいやってみましょうか。ちょっとテイストを変えてみて、あり面白いね、まあ、今年はうさぎ年なんで、かわいいうさぎがキッチンで料理をしているデジタルアート、写真イラストじゃないテイストをちょっと入れてみましょうか。デジタルアートでうさぎで、絵なんて自由なんでね、こうキッチンでうさぎが、おお、でもこれとか可愛くないですか、右のキッチンで料理をしているあのイラスト、デジタルアート、これとか、あ、なんかデジタルアートっぽいな、可愛いな、すごい、まあほんの数秒ですか、ちょっとこのテイストもね違いますね、面白いですね、おお、なんか2匹ですね、だんだんちょっと怖いですこの写真まあ遊び感覚でちょっと作る、でもこの写真、このイラスト、デジタルアートとか好きだな、そんな感じで右にこう溜まっていってるって感じですね。で、まあさっきのね、例えばこう男性のかっこいい男性のビジネスマンのイラスト、あの写真とかですね、僕が前に作ったの打ち合わせをしている女性とか、この辺って僕あのウェブ制作をやる人間なんで、こう素材として使えないかなって思ったりとかするんですけど、現状ですね、まあ画像生成系 AI のですね、所有権だったり著作権、まあ、知的財産権 IP とかって言いますけど、っていうのは基本ない、まあ所有権がないっていうのはおかしいか、まあ、所有権はあの作った人が勝手に持ってていいっていう感じっぽいんだんですけど、知的財産権とか著作権はない、存在しない、まあ、AI が人間じゃないんで存在はしないっては言われてるんですけど、商用利用していいかどうかっていうのは、まあ、その人が AI を生み出している人であればもちろんその人の自由だと思うんですけど、これはマイクロソフトさんが作った Bing のイメージクリエイターっていうサービスなので、このサービスを使って作ってるので、まあ、プロンプトを打っただけですから僕はね、まあ、僕が作ったとも言えますが、まあ、AI が作ったとも言えますし、 AI が作ったっていうこの AI 自体はマイクロソフトさんが、ね、作ってますので、そうですね、このマイクロソフトさんの規約っていうのに依存すると思うんですよね。で、ここの使用条件か、使用条件っていうところをクリックするとですね、Bing のイメージクリエイターに関するっていうところで、あのその前にね、スレッドエクスペリエンスっていう、まあ、ちょっと別のサービスのことも同じ規約になっててですね、この規約を見ると、作成物の使用ってやつですかね、お客様は本規約、マイクロソフトサービス規約および弊社のコンテンツポリシーを厳守することを条件に、オンラインサービス以外の場所で、個人の合法的な非商業的目的のために作成物を使用できますって書いてますんで、合法的な非商業的目的ですね、まあ、いわゆる商用利用がはしないでくださいねってことが、まあ、書いてますね。でオンライン以外の場所なんで、まあ、SNSとかにこんな画像できるぞぐらいはちょっと僕はここで言うのもグレーかもしれないですが、いいような気もするんですけど、まあ、なんていうかアイコンとかヘタ画像としてこのオンラインサービス以外の場所で書いてるんで使うのもちょっと微妙なのかなと思うんですけども、まあオンラインサービス、オンラインの場所以外であれば個人の目的で商業利用じゃなければ使ってもいい。だから例えばスマホの待ち受け画面にするとか、うん、なんかこう社内とか学校の中とかでこう資料というか、作るとかにもいいでしょうし、まあ、それ売らなければね、利益を出す目的じゃなくローカルなものに使う武器は全然いいよってことっぽいですね。もちろん子供と遊ぶとかもいいでしょうしね、うん、難しいですけどね、ここの辺はね、まあ、ここはちょっとあの規約が僕は変わっていくと思っていますし、まあ、有料だったらとかこうだったらみたいな形でやっぱりね、この商用利用があの OK にならないと画像生成 AI の、まあ、一番のなんていうんですか利点がなくなりますし、説明したステーブルディフュージョンとかミッドジャーニーとか、ダリ2なんかは、
商用 OK、まあ、有料だったらとかっていう条件があったりすることもあるんですけども、商用が OK だったりするので、マイクロソフトさんなんで、この Bing イメージクリエイターもですね、 OpenAI のあのチャット GPT を作った OpenAI が、作っている DALL-E 2ですね、まあ、DALL-E 2、ここの画像生成 AI プログラムを元に作ってるんですよ。なので、まあBing っていうこともあるんで、かなりインターネットから作ってる、インターネットの画像を読み込ませてる要素が強いからかもしれないですが、商用利用今とダメなんですけど、まあ、DALL-E 2、OpenAI の DALL-E を使ってるってこともあるんで、でその DALL-E が商用 OK な画像生成系の AI だったりもするので、まあ、今後ちょっと注意して見ていきたいなと思います。でちなみにね、商用 OK で僕がちょっと今一番期待してるというか、 Adobe さんがね、 Firefly だったかなっていう画像生成系 AI を出しているというか、ベータ版が出てて、英語でベータ版なんでまだあの紹介しないんですけど、これが日本語対応だったり、ベータ版じゃなくて本ちゃんというか、本物のリリース版が出ると、アドビはアドビストックっていう商用 OK のうちも株式会社リコネクトという会社やってるんですけどね、僕そのウェブ会社でもあのガンガン使っててすごい安心感があるので、聞くところによるとそのアドビストックの画像を読み込ませて、画像生成する AI っぽいので、このアドビのね、画像生成 AI、Firefly はかなりあの期待できるし、商用利用としてですね、注目してます。またね、あのベータ版じゃなくなれば紹介していきたいなと思うんですが、この Bing イメージクリエイターね、まあ、残念ながらまだちょっと商用利用は微妙なんですけど、だから先ほどちらっとこのクレジット B マークが左端についてるのもそういうことですね。この商用利用がまあ基本的にはあんまりできない、まあでも目立たないようについてるんで、あのローカルで個人的に使う分には全然使えるよみたいなことだと思うんですけどね、うん、はい。まあ日本語に対応したっていうのは僕はまあ何回も言ってますけど大きいですね。皆さんに画像生成の AI ってどれぐらいのもんなのかっていうのをね、すごく試してもらえますし、まあ、休みの日にお子さんと遊んだりしても面白いんじゃないかと思いますね。この選手権みたいなのコミュニティ、会社、学校とかでしても面白いですね。ぜひ遊びやすいんで遊んでみてくださいと。で、これが Bing イメージクリエイターのサイトに行って使う使い方、つまり一番の基本なんですけども、 Bing ってついてるので、これどういうことかと申しますと、実は Bing の、 あのチャットでもできるんですよ、実は。でそれがどういうことかっていうとですね、まあ、とりあえずちょっとチャットモードに検索モードで、この左上のチャットモードですね、このチャットでできると思うんですけど、この Bing のね、新しいチャット機能については、その動画見てほしいですが、 AI の、まあ、会話のスタイルがこの3つ選べましたよね、厳密、そしてバランスですね、そして、より創造的にっていうのがあるんですけど、まずこのより創造的っていうのと、このバランスと厳密、僕はね結構これまでの動画では返ってくる文章の長さみたいなところがね、長い、中くらい、短いみたいなところだなみたいな話してたんです。やっぱそんな単純なもんじゃなかったんです。もちろん文章の内容があの創造性があるか、あの厳密に言ってるかみたいなところあったんですけど、想像って作り出すってことじゃないですか。イメージクリエイター機能はこの想像、より創造的には選ぶとチャットでできるみたいなんですよ。どういうことっていう話ですね、皆さんね。実際やってみますね。だから必ずこのより創造的にを選んでくださいね、まず。そしてここに、まあ、さっき書いたようなことを書くわけですね。かわいい2匹のイサギが公園で遊んでいるイラストを作成してくださいとかって打つと、さっきのプロンプトと一緒、あの画像の Bing イメージクリエイターの方で打ったプロンプトと一緒ですね。なんですけども、このチャットでもですね、まあ、想像的にっていうのを選べば、こんな感じで4枚作ってくれるんですね。すごくないですか？だからチャット上でもできるっていうことなんですよね。ポイントはあの想像的にを選ぶことですね。で、こんな感じであの先ほどの Bing イメージクリエイターの詳細画面を押すとそっちに飛ぶような感じになってますね。うん。ちょっとまあイラストがデジタルアートっぽいなとは思いますね。で、例えばチャットでやってるってことの意味がどういうことかっていうと、これ AI と今チャットしてますから、できた写真に対して、例えばもう少し線が透明のアニメチック、アニメチックとかあるのかな、子供向けの
テイストをしてみてくださいとかって打つと、今会話がこの続いているので、この今の前の画像生成してもらったやつに対するっていうことになるので、ウサギが公園で楽しそうに遊んでる様子っていうのは意識したまま、さっきのちょっとデジタルアートっぽいのがアニメっぽくなりましたね。すごすげえだな。こんな感じでね、ちょっと線が太めになって全体的にアニメチックになってね、子供向けになりましたね。かわいい。まあこんな感じか。これはでもすごいな。でチャットでやってるっていうことの、まあ、意味というかすごいなっていうのが、まあ、プロンプトを直しながらというよりも、まあ、その最初に打ったプロンプトに付け足していくような修正部分だけを追加でチャットで投げかけていくような感じで、最初のイラストをこう変えていけるっていうのがすごいところですね。で僕今ちょっと見てて気づいたんですけど、前の画像と直されてできた画像を比べると、多分これ絵のこのイラストの状況はそのままでテイストだけ変わってますよね。これ多分これもすごいですね、まあ、チャットでやってるならではというかね。でまあ Bing チャットなので、次のね会話の候補みたいなのがちゃんと出てきてくれる、ここもが、まあ、Bing イメージクリエイターに直接アクセスした時とはちょっと違うところですよね。これで完成ですかっていう形で終わらせるような文もありますけど、もっと表情を豊かにしますかとかね、もう一匹ウサギを追加しますかとかあるんですね。すごい。これがすごいですね。ちょっと表情を豊かにしてみましょうか。Bing イメージクリエイターっていうぐらいなんで、この Bing の、新しい Bing のチャットに組み込まれてるっていう部分が、他の画像生成 AI とまた違う面白いところかな、すごいところかなと思いますね。まあ、特にチャット形式でやりたいわけじゃないよっていう人はね、直接 Bing イメージクリエイターのね、サイトにね、行ってもらえればいいと思うんですけど、まあ、なんかこう、チャットをしているとかっていう時に、まあ、途中で、なんかイラスト欲しいな、画像欲しいなっていう時、まあ、今ちょっとね、商用利用できないんで、まあ、あんまりこう外には見せない、書類を作ってるとかね、なんか提案書作ってるとか、結婚式なんか作ってるとかでね、イラストが欲しいとか、イメージ写真欲しいっていうのあると思うんで、そういう時は、いいですよね。と言ってる間できましたけど、表情豊かになった、まあなってるか、なんかこう顔がちょっと大きくなって、気のせいかもしれないですけど大きくなって、目も大きくなってね、大きくなった気がします。ちょっと顔変わりましたよね。表情豊かになってますね。確かに。なるほどな。まあでもね、今回作ったこのウサギのイラストとかもまさにって感じだと思うんですけど、まあ商用利用はできないですけど、うん、ただゲーム感覚で遊ぶっていうのもいいですけど、普通にこう何か、プライベートなものづくりには全然使えそうですよね。まあ、さっきねちらっと言ったスマホのね、こうなんていうんですか、ホーム画面とかパソコンの待ち受けデスクトップ画面とか、そういうのにもね使えたりしますよね。面白いですよね。本当にすごいな。でも AI でね作れる画像ここまでのクオリティになってですね、ちょっともうちょっと最後もう一匹増やしてみましょうかね。せっかく候補も出てるんでね、チャットでやるときはもう必ずね、左の創造的に、創造性、より創造的にっていう創造性の方を選んでくださいね。これ選ばないと実際に作れないんで、僕実際バランスでやってみて、選ばずに、創造性、創造的に選ばずにやってみるとね、私はイラストとか写真とか画像は作れませんみたいな出ちゃってね、検索結果とか出てきたんでね、そこは気をつけていただければと思います。お、3匹になったウサギが、すごっ。ちょっと4枚画像あるし耳がめっちゃありますね。当たり前ですけどすごいですね、ちゃんと1匹増えましたね。はい、これがね、まあ、Bing チャット、新しい Bing に、新しい Bing で使える、チャット GPT のね、GPT-4 が搭載されたね、チャットの中でも、Bing イメージクリエイターの機能が使えるよ、搭載されてるよっていう紹介でしたけども、まあ、ちょっとね、さっきちらっと言っちゃったんです。そしてですね、このね、うちのチャンネル、北村社長のアップデート TV でも前回の動画でかなり、詳しく紹介したのは、H5 パイロットですよね。左でブラウジングホームページとかウェブサイト見てても、右で固定的に表示させておけるこのエッジコパイロットなんですけど、ちょっととりあえず左を、まあ、一回 Bing にしときましょうか。はい、
ここの、 あの右上の B マークを押して出てくるこう固定の右サイドバーのエッジコパイロットの中でもチャットができるってことは、ここでこの創造性、左のね創造性を選べば、ここでもねこう左でブラウジングしながら画像生成ができるっていうことになりますよね。じゃあちょっとなんか一応試してみましょうかねって言ったで、あのさっき見せた僕のイラスト、まあ、AI なんでね作るたんびにちょっとは変わるんですけど、同じプロンプトでね試してみましょうかね、せっかくなんでね。かわいい、北村正宏が笑っているイラストを作成してくださいって言ってみましょうか。よし、こういう感じでですね、この場所でもですねちゃんと会話のチャットのね、機能で会話のスタイルで創造性を選べば、Bing イメージクリエイターの、サイトに行かなくてもですね、Bing のチャットを表示しなくてもですね、いつでもどこでもイラストとか写真とか画像生成がねできるということですね。おお、できた、できましたね。おお、まあなんかちょっと前とは違いますね、やっぱり AI なんでね毎回作るために違うんですが、どうだ、あんま前より似てない気するんですけどね。本当にこの僕という北村正宏をちゃんと意識して作ってくれてるんですかね、これ。まあでもできてはいますね。あ、でこうクリックしたら左に大きく表示されるんですね。なるほどなるほど。なんかプロンプトは英語になってますね。これあんま似てないんですかね。まあ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 、でも別にねこれはあの僕に似てる似てないをね見るためのね、デモではないんでね、まあまあいいんですけどね。まあまあまあ、こういう感じでね、コパイロットのチャット機能の中でももちろん、創造性を選べばね、Bing イメージクリエイターの機能、画像生成 AI の機能がね使えるよと、使えますねということですし、まあ、そしてですね、まあエッジコパイロットのね、あの、まあ、右上のね B マークを押して出てくるねこのチャットとか作成機能ばっかり言ってますけど、この右上の B マークだけじゃなくて、実は右のねこのサイドにね上からこうツールのボタンがバーって並んでて、このツールのボタンのね左、あ、左じゃない、ごめんなさい、ツールのボタンの下から3つ目にですね、実はねもうイメージクリエイターってもう直に、こう表示というか直のねこうショートカットがあるんですね、実は。でこのイメージクリエイターのボタンをですねクリックすると、この右のね固定のコパイロットのサイドバーの中に Bing のイメージクリエイターがもう直に表示されます、こんな感じで。でなんかさっきねあの紹介した Bing イメージクリエイターのサイトのまあ縦細長い版っていうかスマホ版みたいなねレイアウトでもうあの表示されます、実はね。なんかまあ一応ねこのコパイロットの試しに作ってみましょうかね。まあなんかね、まあ僕もこんな感じでね紹介はしてるんですけど、普段使いしないからあんま思いつかないんです。ちょっとさっきからあんまりワンパターンかもしれないですけど、なんか、なんかまあそうですね、人とか動物以外物もねちょっとどんな感じ登場させるようなどんな感じになるかなみたいなのをちょっと打ってみましょうかね。仲のいい、お母さんと子供が自転車で楽しく走っているイラストを作成してくださいにしてみましょうか。で作成押してみましょう。2人で自転車に乗ってるっていうのがね、あの子供を乗せてもいい自転車って難しいじゃないですか。あ、できましたね、できましたけど、あー、どうですか、これは子供が牛、まあ一応あれですね、お母さんの後ろに子供で、お母さんがメインで漕いでそうなイラストではあるんですけど、子供はこれ後ろにちゃんと乗れてないですよね。これちょっと浮いてたりタイヤの上にこう乗ってるっていうか浮いてるみたいな感じのイラストになっちゃってますね。やっぱりその辺ちょっと細かいところが難しいのかもしれないですね。まあでももっと細かく、例えば2人乗り用の自転車で後ろに子供が座っててとか、もうちょっと詳しくプロンプト入れたら、まあ、ちゃんと書けるんでしょうけどね。さっきぐらいのプロンプトだとちょっととりあえず自転車の後ろに子供ちょっとこう置いてみたみたいになってますね、これね。
まあ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 、でもまあまあ、でもそれっぽいのにはなってますしね。イメージクリエイターというねボタンからもあのコパイロットで直接行けてできますよということですね。まあということでね、 Bing イメージクリエイターのね一通りこう説明紹介していったんですけど、まあエッジであれば、まあこの今紹介したコパイロットからもショートカット的にもチャットからも行けますし、 Bing のね、チャットの中でもねチャットでこう画像生成ができるっていうのがちょっと特徴ですよね。新しい Bing でね、チャットでできるっていうのはまあオプションっていうかね、それでもできるよっていうのも説明した通りね、プロンプトを修正しなくても付け加えていくような会話の中でどんどんこう画像を変えていけるというか、最初に作った画像ベースに変えていけるっていうのもすごい面白いですし、まあ Edge じゃなくてもね Chrome とか Safari とか Firefox でもね、Bing イメージクリエイターのサイトに直接行けばもうMicrosoft アカウントさえあれば誰でも作れるよっていう感じですよね。でまあ何よりね、その分かりやすい、パッと見やすいし、何より日本語でできるっていうのが皆さんねまずは触れてみるっていうことにおいてはすごくいいサービスだと思いますし、まあクオリティ的にもねそれなりにまあ高いと思いますね。まあもちろんねミッドジャーニーとかみたいになんかもう映画とかこうアニメとかにも使えるんじゃないかみたいな細かい描写ができるかっていうとあれですけど、まあでもそれなりのクオリティですし、日本語対応なんで皆さんもね日本語でより細かい指示を出していくっていうことはできると思うんで、まあ、どれだけね日本語の細かい指示がこう AI に伝わるのかっていうのはあるんですけど、まあ、日本語対応したってことでね、まあ、アニメチックとか線を太くとか子供向けっていうのも通じた感じもしましたから、要注目かなと思いますよね。で今はね使用規約のところで、まあ、商業用の利用はできないんですけど、まあ、ここもね変わっていくと思いますし、まあ、有料だったらなのか、なんかこういう使い方の場合はとかっていうのでね、まあ、多分変わっていくんじゃないかなと思いますんで、その辺も含めてこの Bing イメージクリエイター、日本語対応使いやすさ、かなり要注目かなと思います。ということでね、以上が、実際にね、Bing イメージクリエイターを使ってみての一通りのね、説明でございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。 Bing イメージクリエイターのご紹介していきましたけれども、まあね画像生成系の AI たくさんあるっていう話をしてですね、まあ本当にこの YouTube 他の方のチャンネルとかですね、まあウェブ上とか本当にいっぱいご紹介されてるので、皆さんもねいろいろとこう耳にはするんだけど実際に使おうかなのなんか知っといた方がいいのかなみたいなこと、そういう人もいたと思うんですけどね、今回の Bing イメージクリエイターマイクロソフトアカウントさえあれば特に何かね、ウェイティングリストとかに並ばず、お金も払わず、結構な精度で特に、簡単に日本語に対応しているので、簡単にっていう部分で非常に、使いやすいんじゃないのかなっていうところが売りなので、生成されるスピードも速いし、クリエイティブ的にも質も結構高いし、まあお金もかからない、なんか早い、安い、うまいみたいな牛丼みたいな、ね、感じかなと、僕は画像生成系 AI サービスの中の牛丼のような立ち位置かなとは思ったりもするんですけど、まあね、商用利用が今ちょっとできないというところだけ注意していただきつつ、まあ、Bing の新しい Bing のチャットとか、Edge Copilotとか、これまでご紹介した AI が Microsoft 系のね、その Edge や Bing で、皆さんに身近になっていってるよっていう部分に、もうそういった部分にもね、かなりね使えるというか、まあ、身近に感じられる画像生成系 AI だったと思うのでね、新しい Bing と同じようにね、OpenAI の元マタリー2というね仕組みを使って、作ってる、まあ、画像生成系 AI なのでね、ちょっと皆さんも試しに使ってみてですね、そして日本語でももうここまで画像生成 AI のクオリティが来てるなというところをね、実感してもらったら、まあ、面白いのかなと思います。でね、画面操作中にも紹介したね、Adobe の、Firefly でしたね、そういった商用利用にもかなり強そうな画像生成 AI もね、ベータ版なんで今はまだ、ご紹介には至ってないんですが、本格的なリリースが来ましたら、ぜひこのチャンネルでも紹介していきたいと思っています。ということでね、今後もね、北村社長のアップデート TV ではね、IT、ウェブ、ビジネス、その他ね、まあ、なんかこう最新のテクノロジーとか情報をですね、皆さんに分かりやすくお伝えをして、皆さんの知識、思考をアップデートしていきたいと思っていますのでね、応援してもらえると、大変励みになりますので、高評価、そしてチャンネル登録もおかげさまで500を突破して、その後も伸び続けていますのでね、本当に励みになってますので、これからも応援よろしくお願いします。ということで、次の動画を楽しみにしてください。ありがとうございました。